とこ。すみません、何を答えればよいのでしょうか。彼女は二人の王子と踊り子を主人公にして夢のような物語を書いたです。先生、私は外人ではありません。外国から帰ってきただけです。私はそれでは先生は他に外人という人種がいるとおっしゃるのですか。わかりました。おっしゃる通りです。おーい、もう起きろって。次体育だぞ。お前何やってんだ？知り合いか？リボンした子だったぞ。友達だと思った。
の薬でしたら奥の棚の一番上ですよ。こんにちは、ともやさん。あ、そうですか。あ、薬、奥の棚の一番上ですから。雪村先生には私から言っておきますから。先生はお食事に出てるんです。放課後は部活とかで怪我したりする人が多いから今のうちにって。ポットにお湯が入ってますから薬はそれ使って飲むんですよ。そうですよね。薬なんて体に悪いばっかですよ。それにヘディングのしすぎかなんかで頭痛くなったんでしょ。そんなのほっとけば治りますよ。空振り。はい、かっこよかったからスケッチしてたらチャンスみたいだったので思わず声に出しちゃったんです。私、体育の授業は見学です。それでスケッチしてて勝手にごめんなさい。嫉妬も良くないですよ。消毒の匂いがついちゃうし。やだ。
のさ、ともちゃん、今朝聞かせてくれた例の話あるじゃない。違うってば、例の骸骨の話、あれさ、調べてみようよ。疑ってるわけじゃないけど、ひょっとしたら目の錯覚って可能性もなきにしもあらずでしょ。だから信憑性とか調査とかって話じゃなくって、なんて言うんだろう、怖いもの見たさかな。単なる好奇心とも言うけど。怖がりだからこそなんだと思うよ。だって臆病な人の方が結構そういう話って好きだったりするじゃない。でしょ。調べてみるんだとか、調べてやるぜこの野郎とか、そんなことは言ってないでしょ。調べてみようよと同意を求めてるわけじゃない。はっきり言っちゃうとそうなるかな。他の人誘うよ。シンくんでも誘っちゃおっかな。
ねえ、ともちゃん。ゆえ、今ちょっと急いでるんだけどな。うん。先生がなんだかわからないけど、話があるから放課後職員室に来てくれって。どうしても行かないって言うなら諦める。わかった。じゃあゆえ、そろそろ職員室行かなくちゃだから。またね。月曜日がなくなったら火曜日が憂鬱になるんじゃないの？そんなこと言ってたら結局1週間全部がなくなっちゃうよ。ずっと永遠に日曜日なの？はぁ、それってあんまりにも荒唐無稽すぎない？小学生だって。ううん、幼稚園生だってもっと現実的な夢持ってると思うよ。ともちゃん、あの番組そんなに好きだったっけ？泣くとこなんかないと思うけど。あれはコメディだってば。ところでともちゃん、宿題ちゃんとやってきたよね？宿題、原告の宿題だよ。前の授業で出されたじゃない。寝てたでしょ。ってことは当然やってるわけないか。ほーん、そっか。こんにちは。
い、ちょっと待てよ。お、トモヤ、後でちょっとな。4時間目の丹治先生、今日は体調崩してお休みだって言ってたじゃない。だから朝のホームルームで先生が教えてくれたってば。でもともちゃん寝てるんだったら関係ないじゃない。ことがよくわかんないよ。なんか間違ってる気がするよ。あんまりいじめると泣くよ。すまない、二人にしておいてくれないか。
すまんすまん。いや、お前なら知ってると思うんだが、俺の憧れの人。実はな、似てるんだよ。髪をかき上げる仕草。それだけ。